ジノサニは、ブラジル出身のサッカー選手及びサッカー指導者。地元クラブのパルメイラスで、選手としてのキャリアをスタートさせ、続いて、キンゼデジャウー、コメルシアウ FC、サンパウロに所属した。1959年からは、アルゼンチンプリメイラディビシオンのボカジュニアーズでプレーした。1961年から1964年まで、イタリアセリエへの AC ミランでプレーし、 1961から62シーズンにスクレット、1962から63シーズンにヨーロピアンカップを獲得した。ブラジル代表のメンバーとして、1957年と1959年の南米選手権に出場、優勝した1958フィーファワールドカップでもメンバーの一員だった。ミランを退団後はブラジルに戻り、 コリンチャンスでのプレーを最後に現役を退いた。監督に転身し、インテルナシオナル、ゴイアス、パルメイラス、コリチーバ、ペニャロール、フラメンゴ、フルミネンセ、ボカジュニアーズ、カタール代表、グレミオを指導した。また、日本では、ヨナグスクジョージ監督時代の読売サッカークラブで、特別コーチとして指導していたことがある。ありがとうございます。